はい、皆さんこんにちは。戦力外110キログラムおじさんです。もうこの時点であれ、いつものオープニングと全く違うぞと、はい、なんで戦力外おじさん喋ってるんだと思ってる視聴者の方もたくさんいらっしゃると思いますが、今日は特別な回でございます。はい、特別な回の特別なゲスト、ライジン初代フェザー級チャンピオン斉藤豊選手に来てもらいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おーす、ありがとうございます。お邪魔しております。よく来てくださいました。はい、ありがとうございます。はい。ですね、なんで戦力外おじさん、斉藤選手と知り合いなんだと思う方もいると思うんですけど、まあ、簡単に説明いたしますと、斉藤選手が、大学生時代、はい、MMA の練習をしていたのが、私の今所属しているジム、ブレイブハート、はい、あの時代はパラエストラ。そうですね、パラエストラ郡山さん、はい、はい、所属していて4年間、やったんですけども、ね、代表の佐藤武さんから先月、セミナーの依頼をいただいて、はい、そこで、来ていただいて、まあ、ぜひコラボしましょうっていうね、はい、そんな軽いノリで、そうです、そうです、はい、決まった話なんですけど。しかも私、姑息にも質問コーナーの時に、コラボお願いしますという感じで、コラボの依頼をして、もう、心よく受けてくださったということで。もう、即断即決みたいな感じでね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、まあ、二人で車中泊というわけにもいかないので、私がね、足しげく通うラーメン屋さんまで行って、はい、その道中の前後で、こう、車内で、こう、ちょっと楽しいトークなんかをしていけたらいいなと思っております。はい。それでですね、その前に、一つ私から、斉藤選手にちょっとプレゼントがありまして。はい、何ですか？今、本当にここで初めて立つんですけど。おう、何でしょう。こちら戦力内軍 T シャツでございます。これぜひぜひ拝見しておりました。私、ありがとうございます。これ私が着てるのと一緒のやつです。ありがとうございます。まだあります。まだあります。まだあります。マジですか、嬉しい。こちら戦力外ステッカーでございます。これセミナーの時もお渡ししたんですけど、あ、そうですね、はい、はい、T シャツにちょっとついてるんで、はい、プレゼントするときは。これ10万人記念で作ったやつですか？それは、それまたこちらになります。こちらのね、10万記念、10万人記念限定ステッカーをこう、斉藤選手にぜひぜひ。すいません。ありがとうございます。斉藤選手にね、この戦力外軍の T シャツを着てもらって。はいはい、私がこれでメンバー入りしたということですね。そうです、そうです、もちろんです、はい、もちろんです。はい。これすごい。その写真をですね、はい、私のショップの方に掲載しますと、はい、斉藤選手のファンがこの T シャツを買ってくれると、そうするとロイヤリティが私に入るという形になってますので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、じゃあそれじゃあ、早速、はい、今日は安全運転にて、目的地まで行って、はい、楽しくトークしていきたいと思います。ちょっと待ってください。はい。ちょっと待ってください。はい。僕も今日プレゼント持ってきてるんです。え、本当ですか？どうぞ。ここで出していいですか？どうぞどうぞ。はい、よろしくお願いします。せっかくいただいたんで、僕も出しますね。はい、最後に渡そうと思ったんですけど。嬉しい。はい。僕の、この T シャツ。おお。去年10月の試合の時に作った。はいはいはい。はい、T シャツなんですけど。XXL。あ、あります、あります、あります。同じサイズです。同じサイズですか？同じサイズです。よかった。これね、XXL って販売してなくて。ああ、そうなん、特別サイズ。はい。稀に見る、その大きい方っていうのがいるんですけども、それ用に作ってたやつがありまして、はい、まさかここで役に立つと。いや、はい、これ、すごくないですか？なんか、本当っすよ、もう。翼くんと、はい、日向小次郎くんのユニフォーム交換みたいな。あ、そうそうそう、本当に。あたかも、はい。ありがとうございます。そしてですね、私もですね、こちらのですね、シールの方ですね、はい。オリジナルで作ったんですけども。わ、すごい。僕がね、本当に、ラーメン屋さんに手食べた貼りたくて、作ったシールを、ちょっと5枚ずつぐらい、ありがとうございます、はい。2種類あるんで、もう、これは非売品なんですね。昔のね、ビックリマンシールを、まさに、ビックリマンシール。はい、これ5枚ずつ。ありがとうございます。はい、いただきました。プレゼント交換、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。いやちょっと、こんな、はい、いただけると思わなかったんで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それ早速、目的地まで安全運転にて。おっす。はい、いきたいと思います。ありがとうございます。これは嬉しいな。こっからですね、僕が質問するターンに移ってもいいですか？はい、はい、もう何でも。はい、いろいろと考えてきたので。はい。まあ、順番に行きますね。はい。僕本当にまずね、素朴な疑問というか、はい、あったんですけど、車中泊 YouTuber やろうと思ったきっかけがあれば教えていただきたいなと思います。はい、2年
半前に YouTube 始めたんですけど、はい、その時は私海釣りが趣味なので、海釣りが趣味なんですか？そうですそうです、はい、もう毎週 YouTube 始める前から、はい、休みの土日は海に行って釣りをするスタイルだったんですよ。そうなんですね。土曜日行って帰ってきて次の日また朝早く行くっていう感じでやってたんですけど、これを動画にしたら面白いだろうなって、もう自分がその海釣りをしててすごく楽しかったんで、それを伝えられたらいいなって思って、YouTube 始めたんですけど、まあ全く誰にも見てもらえなかったんですよね。今のチャンネルと別ってことですか？一緒のチャンネルなんですけど、もうその釣り動画は削除したんですよ。もう本当伸びんと。伸びない。本当鳴かず飛ばずで、あ、そうですか。登録者も、もういろんな人に声かけたんです。始める前に。はい、友人、知人、家族、はい、親戚、近所の人、はい、あと、よく行く居酒屋のマスターさんにまで声かけて、初日の登録者数が18人だったんですよ。声かけてみんな。声かけて、もうここ、これが俺の、社会における俺の力だって思って、18人なんだなって、ちょっと寂しくなったんですけど、まあ、こっから増やしていけばっていう気持ちで、その釣りのチャンネルをやっていったんですけど、はい、もう全然、再生回数がもう100回いけばいい方の感じでして、全然伸びなくて、まあ、もっともその、私始めた頃からその、釣り系の YouTube ってやってる人がたくさん、そうです。まあ、いっぱいいますよね。はい、先駆者というか。で、かつそういう人たちって、その、釣りにとって素晴らしい環境に住んでるんですよね。その海の近くに住んでたりとか。ほら、福島県広いじゃないですか。広いですね。で、私ね、中通りっていうくらいの、はい、ほぼほぼ真ん中に住んでるんで、そっから海に行こうと思うと、2時間半とか。あ、結構ありますね。はい。で、行ったら行ったで、釣れるとは限らないんですよね。うんうんうん。坊主食らう可能性もあるんで、はい、で、もう広い時には釣りにすらならない時なんですよ。その大雨降ったりとか。天候によって。そうです、はい。はそんな中でこうちょっと、ここ折れかけてた時に、夜釣りをやる時に車中泊したいなって思って、はい、車中泊に必要な、今こうテーブルとかで使ってる、ベッドの延長キットを友達を作ったんですよ。はい、その動画が1000再生くらいいったんですよね。それまでね、100回行けばいい方だったのが、いきなり1000行ったんで、あれ、これひょっとしてその、車中泊とか、行けるかもと。そっちの方が、数字取れるかなって思って、始めてみたらですね、だんだん伸びてきて、ただやっぱ、釣りに対しても未練があったんですよ。で、交互にやってたんですけど、やっぱ釣りの時は全然伸びなくて、もう本当、私、登録者100人行くのに7ヶ月かかったんですね。車中泊の？そうです。車中泊、釣りと、まあ、ミックスしてなんですけど、結構その、無名の一般から YouTube 始めた場合、100人の壁っていう言葉があるんですよ。はい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 。100人までが一番きついって言われてて、実際私もそうで、7ヶ月かかりましたね。1000人、収益化まではちょうど1年だったんですよ。へぇー。それはもう週1回ぐらいですか？週1回上げるペースですね。はい。それで7ヶ月かかって、そこが一番大変でしたね。で、そこからもう割り切って、車中泊に切り替えようって思って、はい。車中泊にして、今の私のスタイルにつながるんですけど、半分フィクション、半分リアルっていう、まあ、嘘か本当かわからないっていうスタイル、車上生活者シリーズをやってるんですけど、結構交流、だいぶ前からしてもらってる YouTuber さんがいまして、はい、まあ、その名前出すのは差し控えるんですけど、最初私が400人登録者くらいだった時に、声かけてもらって、その時でその人、登録者5万人くらいだったんですよ。へー。もう、俺にとっては雲の上の人で、はいはいはい、今はもう100万人超えたんですよね。あ、そうなんですか？はい。で、その人が、やっぱ戦力外さんの動画で一番面白いのは、その、嘘か本当かわからない。はい、創作のスタイルだから、そこでやっていった方がいいんじゃないですかって言われて、最初はね、最初はそれでもいろいろ試してたんですよ。でもやっぱダメで、それで今の、こう、創作の半分リアル、半分フィクションっていうスタイルにしてから、ちょっとずつ伸び始めてきて、見つかり始めたんですね。そうですね。だん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 その、コツじゃないですけど、こうすると、これ伸びるみたいな。伸びるのかなっていうのがあって、
初めてのミリオン動画出せて。ミリオンすごいっすよ、ほんと。なかなかやっぱ。いかない。ホームランですよね、ミリオンって。ホームラン。あの、ヒットって頑張れば出せるけど。はい、内野安打とかポテンヒットはね、多いんですよね。頑張れば出せるけど、ホームランってのはやっぱ偶然なんですよね。ホームランはね、ほんとなかなか。ホームランはね、難しいっす。ミリオンってね、俺、まあ、2本目がまだ出てないんですけど。はい。次のやつで92万再生とかなんですけど、自分の中でミリオンいけるっていう感じで出したわけではなかったんです。むしろあこの動画大した面白くねえなって思ったのが伸びたんですよね。その車上生活者の給料日っていう動画なんですけど、250とか40くらいされてるんですけど、すごいな、それ。そこのあの車中泊地場所が結構その後もその前からも行ってる場所なんですけど、そこで先ほど言った YouTuber の方も車中泊して、はい、まあ、これ言ったらもうその人誰だか分かるっちゃうんですけど、あのもう5000再生を超える、5000万再生、5000万再生を超えるようなやば動画を、やばいんですよ。だからなんかあの場所には何かあるみたいな、そのパワーがあるんじゃねえかっていう、ちょっと噂になってるようなとこなんですけど、ちょっと5000万再生ってホームランとかのレベルじゃないですよ、ね、レベルじゃないシーズン優勝的なね。そうもうその人の生涯の作品に残るような感じ。そうなんですよ。もう代表作みたいなのが。すげえ。5000万感じですね、はい。まあそんな感じで、すごいな、車中泊系のチャンネルになったって。スタートは釣りだったけど、そうですね。当たるやつを探してったら、車中泊にたどり着いたと。っていう。で、まあ、あの今、サブチャンネルの方で、あの、戦力外おじさんの日常っていうチャンネルもやってるんですけど、はい。そこが割と好き勝手というか、あの、フリーに自由に作るスタイルでやってますね。あまりこう、はい、車中泊にこだわらずにってことですよね。そうですね。まあ、日常を見せるような。はい、日常を見せて、もう本当に。人前がわかる。ほぼ私のリアルですね。うん、リアル、はい。お家とかのね、あれも出てますからね。飼ってるあのワンコとか、あと、たまに母親とか弟とかも、まあそうですね、あの登場したりするんで。あとね、今、私43歳のあのガチの恋愛事情みたいなのを出してるんで、まあフィクションではない、もうサブチャンネルの方はもうガチリアルなんで、あのそこはちょっと住み分けができてるんですね。はい、やっていくって感じですね。その100万超えの方も気になりますけどね。そうですね。あのいやもう本当コンサル的な視聴的な、もうまあ要点で私聞くんですよ。すごい悩んだ時に、すごい悩んでこれ自分だと分かんないなっていう時に、まあ聞くと、こう道しるべをこう与えてくれる人で、はい。すごい尊敬してる方です ね、 ですね。はい。なるほど。分かりました。はい。ありがとうございます。では次の質問。はい。お願いします。まあ本当に、僕が本当に気になることしか聞かないんですけど、はい、今まで43年生きてきた中で、はい、一番過去最高に嬉しかったことを、はい、出来事を教えてもらえたらなと。これ飛び跳ねるぐらい嬉しいみたいな。ちょっと一番って絞るとちょっとあれなんですけど、はい、あのやっぱり私個人が思うに嬉しいことって、はい、真剣に取り組んだことで結果が出た時が一番嬉しいと思うんですよ。そういった意味では私あのフルコンタクト空手やっていたんですけど、そこで、はい、あの自分の目標だった、はい、福島県大会を優勝できた時が、一番嬉しかった時ですね。何歳ぐらいの時ですか、それは。それがですね、29、30手前くらいの時でしたね。あ、そうです、はい、フルコンタクト。あの、初めてのがちょっと遅くて、26、7くらいだったんですけど、まあ、それこそあの格闘技ブームの時で、はいはいはい、それまでちょっと格闘技ファンだったんですね。どっちかって言ったらオタクみたいな感じで。でもこうなんか、オタク論を語っていく中で、やってないのに語れないの的な壁にぶつかるんですよ、やっぱり。そうですね、それ。これだけ言ってんだから、自分までどのぐらいのものなんだと。できるんだろ、お前みたいな。そこでもうちょっと地元にフルコンタクトの道場があったんで。はいはいはい。で、時まさにその K1 等で、そのフルコンタクト、出身の選手が活躍とかしてたのもあったんで。フランシスコ・フィリオ。そうです、はい。おグラブ・ヘイトーザン。はい。おー、アンディ・フー。はい。おー。それで、あの、ちょっと門を叩いて、あの、もう真剣に、もう本当ドハマりしまして、やってみたら楽しかったという。楽しかったですね。
楽しすぎて、本当寝ないで稽古して、働いて稽古して、ある日倒れちゃったっていうのも。過労で過労で。あの、でも楽しいから、本人としてはその、悲壮感がなく。なかったんですよ。でも医者に、寝ないで動いてたら倒れるよねって言われて。まあ、そうですね。それっくらい楽しかったですね。まあで、あれを忘れるぐらい。そうです、そうです、はい。ドハマりしたんですね。ドハマりしましたね。今の、ブレイブハートに入るきっかけになった人が、その、体の道場にいまして、多分斉藤選手とも入れ違いだった人なんですけど、その人も、あの、本当に最初期からの時に、あの、まあ、当時のパラリストは郡山の方で練習してまして、その人の紹介で、本当に強くなりたいんだったらいろんな格闘技やった方がいいからって言われて、それであの、空手と並行しつつ、まあ、ブレイブハートにも入ったんですけど、はい。それ入ったのは地震の後ですね。震災の後ですね。で、やっぱり、うん、一番嬉しかったのは、って言われると、その人がもう福島県大会を何回も優勝してる人だったんで、俺も福島県大会優勝できたら、同じ目線というか、その、風景を見れるんじゃないかって思って、なるほど。福島県大会頑張って優勝できたんですけど、でも、そこに行ったら行ったでも、やっぱ、差が逆に分かったっていうか、うん。自分がこのどのぐらいの位置にいるんだっていうのも、はい、明確にね、試合出ると分かりますからね。強くなったらなった分だけ、その、自分の死との差みたいなのも分かって、さらにもっと上の選手ってなると、なんか不思議なもんで、こうやればやるほど見えてくるものは足りないものだったりするんですよね。そうなんですよ。もっと上がいる、もっと上がいる、キリがなくなってくるっていうか。そこで何クソってなる人と、うん、ああ、ダメだってなる人がいると思うんですけど、私の場合って後者でしたね。ああ、ダメだってこう。自分の立ち位置が分かった。そうなんですよ。現実を見たというか。現実を見たって感じで。はい、まあ、それでも、あの、運よくその後、所属してる道場のグループの関東大会で優勝することができたんですよね。はい。関東大会ですか？全関東大会で、無差別で、決勝がブラジル人選手の方で、最終延長くらいまで行って、国際戦や。やっと勝ちましたね。やっと勝って、全関東王者になれたんで、はい、もう全日本に出る権利はそれで得たんですね。で、その年の11月に全日本出ることができたんですけど、はい、私それ辞退したんですよね。あの、それはなぜかって言いますと、うん、その時に、ネットで、約束をした日だったんですね。どっち取るか？どっち取るか？で、当時の私は、はい、来年頑張ったらまだ全日本出れるかもしれない。でも、はい、これ P 入れますけど、その時しかね、プライスレスだったんですね。はい。そんな考えだったからか、はい、その翌年のその、関東大会に向けた練習の時に、はい、右膝の靭帯を断裂して、選手生命を絶たれるっていう。そんなことあるかなって思いますけどね。もう、あ、これ、バチだなって思いましたね。はい。まあでも、まあその前の段階の福島県大会で優勝した時が、やっぱ一番、人生で嬉しかったことの一つですね。そうですか。まあ、はい、実際にやろうと思ったことも素晴らしいと思うんですけど、はい、そこでやっぱりね、結果出せたことももっと素晴らしい。そうですね。最後ね、ちょっと、はい、おふざけのあれしましたけど、うん、本当、空手は真剣に打ち込んでて、うん、あの、もし、この空手の修行の中で、命を落とすことがあっても後悔はないって思ってやってましたね。うん、多分その、本気の思いがあったから多分、あれしたんでしょうね。結果につながったんでしょうね。だと思います。すごい、凡人で、才能もなくて、うん、同期の中で多分一番センスなかったんですけど、うん、その中で結果出せたっていうのは、やっぱり、好きでずっと続けていたからっていうのは、ですね、下手なりに、うん。なんかいい話ですね。ありがとうございます。はい。千葉から、はい。天さんにお邪魔しております。到着。はい。はい、店長のご厚意で、和室の方、取らせてもらってるので、これから入ってラーメンいただけると思います。いや、これからラーメン、ラーメンです。楽しみでしょうがない。もうずるずる戦力ないです。ありがとうございます。これもお待ちいたします、はい、師匠ありがとうございます。それじゃあ入りたいと思います。はい。ありがとうございます。
手帳後で俺のサインも送りつけますステッカーを使った